東洋タイヤーズカップ2024が1月1日に行われ、日本代表とタイ代表が対戦した。日本代表史上初の元日決戦がいよいよ始まる。2023年の日本代表は国際 A マッチ10試合を戦って8勝1分1敗。3月シリーズはウルグアイ代表戦を1対1、コロンビア代表戦を12で終えて未勝利となったが、以降は8連勝を飾っている。 その中にはドイツ代表との一戦や FIFA フフワールドカップ26アジア2次予選兼 AFC アジアカップサウジアラビア2027予選の2試合も含まれており、上場の成績で2023年を締めくくった。迎えた2024年、日本代表は1月12日に開幕する AFC アジアカップカタール2023の戦いに臨む。第2次森安ジャパン。 としての歩みを始めて以降は初のメジャー大会だ。同大会開幕前最後の国内での試合は、ダブルコート元日決戦の対代表戦。対代表は昨年12月に石井正忠監督の招聘を発表しており、日本代表と同じくアジアカップに向けて調整を進めている。両チームにとって貴重な実践の機会が設けられた。日本代表を率いる森安はじめ監督は、 今回の活動で初招集となった伊藤亮太郎を先発に抜擢。藤井春也、奥抜き漢とともに代表デビューを飾る。舞熊聖也、佐野海舟、細谷正弘といった国内組も先発に名を連ねた。キャプテンマークは伊藤淳也の腕に巻かれている。対する対代表には日本のサッカーファンにも馴染みのある選手が複数名招集されているが、浦和レッズ所属のエカニットパンや、 北海道コンサドーレ札幌所属のスパチョーク。かつてビッセル神戸や横浜 F、マリノスでプレーしたティーラトンは揃ってベンチスタートとなった。試合は序盤から日本代表がボールを保持し、敵陣へ押し込む時間を増やしていく。序盤にペナルティエリア手前から伊藤亮が放ったミドルシュートがわずかに枠を外れると、その後も伊藤亮、伊藤、細谷らがゴールに迫る場面を作ったが、均衡を破るには至らない。 攻撃を続けながらも決め手を書いた45分間となり、前半はスコアレスで終了した。後半に入ると日本代表が早速動く、伊藤良、奥抜きに変えて道安律と中村啓斗をピッチへ送り出した。すると後半立ち上がりの50分、道安が絡んで日本代表がゴールに迫る。敵陣左のスペースで前を向いた道安が左足で逆サイドへ展開。 待っていた伊藤がカットインから左足で狙うと、このシュートは相手にブロックされたが、リフレクションしたボールが田中青の元へ。ボックス内まで走り込んでいた田中が右足で叩き込み、日本代表が先手を取った。その後はタイ代表が押し上げる時間帯に突入するも、日本代表も隙を見せずに決定的なシーンを作らせない。61分には日本代表にビッグチャンス。 スルーパス一本で右サイドを駆け上がったマイグマセイヤがマイナス方向へグラウンダーのクロスボールを転がすと、待っていた中村がダイレクトで合わせる。右足でジャストミートさせた低弾道の一撃はポストに嫌われた。勢いに乗る日本代表は66分、ピッチ中央付近で起点となった細谷が右サイドへ展開すると、ボールを受けた伊藤がドリブルを始める。大外を駆け上がったマイグマを取りに使い、 内側へドリブルのスペースを確保すると、中央へラストパス。待っていた道安のファーストタッチは詰まってしまったものの、体勢を立て直して右足を振る。ここはグキパティワット噛む前に阻まれる。続く68分、日本代表は森下と伊藤を下げて三浦颯太と南野匠を投入。今回が初招集だった三浦はこれが嬉しい日本代表デビューとなった。その直後、 ペナルティエリア右でパスを引き出した南野が巧みなターンから右足を振り抜いたが、シュートは枠の外へ。さらに72分、ペナルティエリア左手前の位置でボールを持った中村がスルーパスを送ると、スペースへ飛び出してきたのは佐野。深い位置からマイナスへ折り返すと、南野はファーストタッチこそうまく決まらなかったが、自らフィニッシュまで持ち込む。愚痴噛む前に弾かれたシュートを中村が押し込み、 日本代表がリードを広げる。中村は自身が出場した国際 A マッチ4試合連続の通算5点目を記録した。止まらない日本代表は74分、左コーナーキックを獲得。同案が左足でゴール方向から逃げていくボールを蹴り込むと、ニアサイドに飛び込んだ細谷が頭でそらす。このボールが相手のオーンゴールを誘発。 日本代表が勝利を決定づける3点目を挙げた。終盤に差し掛かると日本代表が最後の交代枠を使う。78分、マイグマと田中を下げて菅原幸成と河村拓夢をピッチへ送り出す。するとこの2人が絡んで日本代表が再び攻撃へ。82分、左サイドを駆け上がった三浦からのクロスボールがファーサイドに流れると、 このボールを受けた菅原がどうやすとのパス交換から縦へ突破。浮き玉のクロスボールを送ると飛び込んできた河村が頭で合わせる。ヘディングシュートは愚痴噛む前に阻まれたが、こぼれ球を河村自ら押し込んだ。この日が日本代表デビューとなった河村が早速結果を残し、日本代表が